生き物っていうのは、東洋哲学の本当の、なんて言いますか、スピリット、この陰陽諸実、王獣、こういったことが、この生きの理論なんだ。で、この、生きの心理をよく、間違える。陰陽の変化、虚実の変化、こういったものを体で表したものが、発揮しよう。発揮書を学んだ一番最初の技が PT かな発揮書。やはり最初に習った技が印象深くて、どうしても発揮書は PT かの方からまず伸びきらない。